シコルスキー S-55、シコルスキー S-55、シコルスキー S-55 は、アメリカ合衆国の航空機メーカー、シコルスキーエアクラフト社が製造した実用貨物ヘリコプター。同社の S-51 から発展させたもので、膨らんだ機種先端に、空冷製型レシプロエンジンを斜めに格納し、乗り組みいいや、 貨物のののためススペースを広く確保しているる。が、特徴である輸送ヘリコプターとして、軍民共に世界各国で採用され、ヘリコプターの有用性を実証する先駆者的な業績を残した、全世界で1828機が製造されたベストセラー機種である。アメリカ陸軍は第二次世界大戦中から乗員を輸送するための手段として、 ヘリコプターに注目して研究を行っていたが、シコルスキー社に対して、乗員2名、兵員10名あるいは、単価8台を搭載して、340km の距離を飛行できる機体、H、H-19 の開発を命じた。試作機 U-19 は1949年に初飛行した。初期のヘリコプターは、操縦が非常に難しく、操縦士には、 熟練が必要とされたが、U-19 の実用試験機は当時、勃発していた朝鮮戦争に派遣されて、その機内容積の大きさ、場所を選ばない離着陸など有用性を示し、アメリカ空軍は1951年に H-19A として正式採用し、50機発注した。その後も陸軍が H-19 を地下層、地下層の愛称で採用し、 海軍型のヨ 4S など多くの派生型が生産された。U-19 にはシコルスキー社のグローフ技師によって斬新な設計がされていた。600馬力のプラットホイットに異性のアスプ R-1340 レシプロエンジンを機種に35度斜めに搭載し、機内を斜めに貫く駆動軸でロータを回転させていた。 これは当時大型だったエンジンを胴体上部に配置すると重心位置が高くなり地上で転倒したり整備性が悪くなるためでもあった。また、駆動軸を斜めに配置してあることで重心部に9.6メートルの機内容積が確保され小柄な見た目にかかわらずかなりの人員、貨物の積載が可能となった。胴体はアルミニウム合金とマグネシウム合金による セミモノコック構造で、キャビン後部に電気室があり、無線機やヒーターを装備できた。機内は打ち張りされており、軍事型は10人分の座席、または6人分の単価、民間型は7人分の座席を装備した。このほか、量産機にはビ部に逆 V 字型のヒレが追加装備された。テールブームは当初水平に伸びていたが、飛行中にメインローターブレードがたわんで接触する。 恐れがあったため、後にテールブームを5度斜め下に曲げ、安定翼を逆、V 型から水平にする改良が施された。シコルスキーは、社内名称だった S-55 を正式名として販売し、1950年代後半には、西側諸国を中心に、世界各国の軍や民間航空会社でも使用された。後に新機種 S-58 が発表されると、改良型であることから、 S-55 を購入した各国が採用し、これも大ヒットとなり、以後ヘリコプターはシコルスキーの代名詞となった。イギリスではウェストランド社でライセンス生産が行われ、ワールウィンドと名付けられた。同社でこの名称を採用した機体としては2代目となる。ホワールウィンドはイギリス空軍やイギリス海軍などで採用されたほか、海外に輸出された。独自に、 タービンエンジンに乾燥したモデルも製作している。日本でも、1952年、昭和27年に、航空飛行禁止措置が解かれたのを機に、海上保安庁が2機を導入して、函館と立山に配備したほか、三菱重工業、当時は新三菱が1952年から、ノックダウン生産を、目、28機を組み立てた。その後、1954年、 昭和29年に発足した航空自衛隊で S-55、H-19 を救難機に各自衛隊で多用途機として採用したため、1962年、昭和37年まで合計72機をライセンス生産し、68機を各自衛隊に納入、4機を全日空など民間に販売した。空自では、初狩りの愛称が与えられた。 当初は、シコルスキー車と同様の H-19A をライセンス生産していたが、陸上自衛隊にて飛行中にメインローターブレードでテールブームを切断し墜落することがあったため、テールブームを5度斜め下に曲げ、安定翼を逆、V 型から水平にした H-19C に更新され、生産もこちらに移行した。航空自衛隊の救難部隊と共に、 陸上自衛隊の S-55 は1959年、昭和34年の伊勢湾台風の際には、救難作業、災害派遣に従事し、取り残された多くの人命を救うことで、災害時のヘリの有用性を世界に示した。空時の救難期 H-19 は1957年、昭和32年 -1973 年、昭和48年1月まで使用された。 退役後、埼玉県所沢航空発祥記念館に、陸上自衛隊の H-19 が1機、静岡県の浜松広報館、エアパークに、航空自衛隊の H-19C が1機、それぞれ屋内展示されている。海上自衛隊では警備隊時代の1954年、昭和29年に S-55 を2機を購入し、合計3機を収益させが、 1965年、昭和40年までに、前期事故で喪失。性能向上型の S-55A は1960年、昭和35年に発揮、1962年、昭和37年に2機の合計10機を収益させた。各地の航空基地に配属され、急難任務に活躍し、1970年、昭和45年までに前期が退役している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。